それではただいまから始めさせていただきます。市長お願いします。はい。ええー、皆さんこんにちは。ええー、新型コロナウイルス感染症の収束の兆しが見えない中、ええー、国は緊急事態宣言を3月7日まで延長することを決定しました。三重県においても入院患者が急増し、ええ医療体制は逼迫をしております。ええ本市におきましても2月3日までに54人の 方が新型コロナウイルスに感染したことが分かっています。特に今年1月以降は47人と急増をしています。また、2月2日は市の新規感染者、新規感染者数が過去最多の16名となり、さらに市内において2例目のクラスターが発生をいたしました。このクラスターには共通点がありカラオケ喫茶で発生をして。 その店のスタッフや利用者が感染をしており、いずれも高齢者の方だということです。これらのクラスターから派生して、家庭内での感染も広がりを見せております。市ではクラスター対策チームを設置し、県のクラスター対策グループの支援をいただきながら、感染源や広がりの特定調査も進めてまいります。 これは、島市の緊急事態です。なんとか、ここで感染拡大を食い止めなければいけません。高齢者の方は、重症化のリスクが高いと言われております。まずは、ご自身を守るために、そして大切なご家族、お子さんやお孫さん、ご友人を守るために慎重に行動いただきますようお願いをいたします。 こちらは感染リスクが高まる五つの場面です。飲食を伴う懇親会と大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話など五つの場面に注意が必要です。特に今回皆様にご注意いただきたいのは、大人数や長時間に及ぶ飲酒は避けるということです。集まりは少人数。 短時間に大声を出さず会話はできるだけ静かにお願いをいたしますそして印象を伴う懇親会やマスクなしでの会話昼カラオケなどは感染リスクが高いと考えられています食べるときだけマスクを外して会話のときにはマスクの着用をお願いします合わせて手洗い・消毒・こまめな換気などの基本的な 感染防止対策の徹底をを引き続き続お願いをいたしますまたご自身が感染した場合や濃厚接触者接触者となった場合は必ず保健所や医療機関の指示に従ってください、はい、事業者の皆様におかれましてもこれ以上の感染これ以上の感染拡大を防ぐため今一度 感染拡大防止の対策についいて確認をお願いします。市では事業者の皆様の感染症対策を支援するため市内に事業所または事業所を有するすべての中小企業および小規模企業者の皆様を対象に2月中旬から感染症対策強化のための給付金の交付を行ってまいります。積極的に ご活用いいいたただきたいと思ってておおりますす、えー、最後に改めてのお願いです感染された方やご家族、関係者、医療従事者の皆様への偏見や差別、誹謗中傷は決して許されることではありません。SNS 等で患者,と患者個人の特定につながるような内容の掲載や誹謗中傷をすること。 個人のプライバシーに関する情報の無断掲示風評被害が懸念されるような情報を拡散することなどは人権侵害にあたります市民の皆様には不確かな情報に惑わされることのないよう正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いいたします私たち一人ひとりの行動が感染拡大の抑制につながります みんなで力を合わせて、このコロナ禍を乗り越えていきましょう。